こんにちは、ナチュベジウィル厚子です。いつもご視聴ありがとうございます。今日は10月24日日曜日です。ようやくね、場所が整ってきましたので、福岡エリアのねご紹介をしていきたいと思います。ここはね、福岡なんですけれども、育苗をしているところと、これ玉ねぎとネギですね。あとここはねキャベツのエリアになってます。キャベツだいぶね虫食っちゃってるんですけど、はい、元気なのがこんな感じで、初期の頃にねこう虫食っちゃってるのがあったんですけど、こうね裏返してみると、なんかちっちゃいシャクトニムシみたいのがいっぱいいたんですけど、なんか雨で叩かれちゃったのかな、それかもうちょっと寒くなってきたんでねいなくなっちゃいました。ちょっとねすごいんですけどね、元気なこんな感じで元気な株と、虫食いの株とねちょっと差がありますね。はい、ね、ここはなんだっけな、キャベツかん、キャベツじゃないかな、何か定食するつもりで水曜がね考えてくれてるみたいですね。はい、でここがね、なんか草生えてるように見えるんですけど、これルッコラなんですよ。これルッコラ、草じゃなくて、ここねなんかこぼれ種でねルッコラ出ちゃったんですね。いっぱい生えてます、これみんなルッコラ、これ全部ルッコラですね。辛さマイルドっていうことで固定をかけてその方からいただいたんですけど、こうねもう3、4年経つかな、3年ぐらい経つかな、育ててるうちにねどんどんね辛みが強くなってきちゃったんですね。これどうしてっていうふうにくださった方に聞いたらね、やっぱりね無肥料でやってるとね辛くなってきちゃうみたいなんですね。であとレタスもそうなんですね。レタスもねどうも無肥料でやってると葉っぱが厚くなって苦くなるみたいなんですね。ちょっとそれは困った現象ですよね。勝手に生えてきちゃったシリーズはねこの辺にねなばな、なんだろうね、これカツオナっぽいのとかですね。これもルッコラですね。ちょっと影になっちゃうね。この辺はなんか小松菜っぽい感じのがねこう生えてたりするんですけどね。今はね向こうで育苗してるんですけど、その前シーズンですね、ここで育苗をしてて、余った苗をそのまま置いといて、でそこからね種がこぼれていって今のこんな感じになっちゃったんですね。はい、ここもね小松菜じゃなくてカツオ菜いっぱいあるんですけど、もうだいぶね虫が食っちゃってすごいですね。あ、これは無事そうですね。これ無事ですね。はい、でねここも福岡エリアなんです。ちょっとね植生がね微妙なんですけど、この辺は、全然生えてないです。でこっちね生えてるんですね。ここはね大根植えてあるんですよ、三浦大根。こっちがね全然なんですね。植えてあるんですけどちっちゃいんですね。こういうことが起きてます。これなんだろうなーっていうふうに水曜と話してたんですけど、今年の春ですね、ここねカラスネンドウがねもうコロニーがねうわーっとね茂ったエリアだったんですね。こっち方でこっち方はねなかったんですよ。だからねカラスネンドウがね土を肥やしてくれたんじゃないのかなっていうふうに言って納得したんですけどね。はい、こんな感じでねここも福岡エリア、そしてメインのね福岡エリアがね向こうなんですね。はい、このねごぼうの木のねごぼうの木のこっち方が福岡エリアになります。でこっちはね従来の育て方で育ててますね。向こうの方にねドダレとかねセレベスとか植わってるんですけど、あっちの方もそうです。でその道渡った向こうがねトラストとジャガイモなんか植わってる畑ですね。はい、ここは、アシタバですね。収穫始めてます。こんな感じでねいい葉っぱがいっぱい出てますね。
アシタバはどっちかっていうと日陰が好きなんですね。なのでね、夏の間は遮光ネットをかけてました。で、今はね、根っこにもね、蓄えが欲しいよねっていうことで葉っぱにね、なるべく光を当てて、でもそれでもね、真夏の光よりは弱いんで遮光ネットはいらないんじゃないかっていうことでね、外して育ててます。それからあとミョウガですね。こちら第一圃場からね、移植してきたミョウガを育ててます。こちらもね、半日陰が好きっていうことで、まあ、この畝全部なんですけど、南側にひまわりをね育てて、日陰をね作って育ってました。それから、わざとね南側の草をね刈らないでおいて日陰にしたんですね。はい、ちょっとね、ひまわりの残骸が置いてあります。これもね、このまま、ここに置いて、グランドカバーにね使っています。はい、次、はい、次ね、ネットエリアになります。まだね、ゴーヤが元気なんでね片付けられないんですけど、ここね、ゴーヤが生えてます。白ゴーヤですね。昨日ね、コミュニティの方にもあげましたけれども、なぜか白ゴーヤの株から青いゴーヤが出てきたっていうね、それがね最後のゴーヤになるかなっていうことでね、お料理してチャンプルーにしたんですけどね。そしてこの畝、次はもう次の作が始まってまして、つるありんげんをね植えてあります。ここで第3段までに分けてんのかな。この辺からこっちが一番最後に植えて、その前に植えて、そして一番最初に植えたのがね、もう収穫始まってます。はい、こんな感じでね、もうちょっと大きくなるとね、収穫になりますね。今の時期ね、豆いいですよ。もうね、ほとんどカメムシが吸収しに来ないんでね、綺麗な実がなると思いますよ。ちょっとなんかね、こうすれがあるんでね、これがちょっとあれなんですけどね、ここ風強いからやっぱりすれが出ちゃうのかな。すれちゃってね、このネットとね。はい、こんな感じです。まだゴーヤまだあるよね。はい、でここがね、三尺ささげです。これもね、種を取るんでね、今こんな感じで枯らしているところです。はい、次ね、この竹のね、竹の棒にこう絡まって、それから上にネットに上がっていってんの。これね、アピオスって言います。もうそろそろいいんじゃないかな。でも鳥時がちょっと初めてで分からないねなんて言ってたんですけどね、ぼちぼち様子見てみようと思います。はい、次の畝はね、ヤーコンですね。ヤーコンはね、赤いヤーコンと普通のね、白いヤーコンを育てています。なんかね、ここに来て急にね、背が高くなってきましたね。わ、これあれですね、あのビロードみたいになって毛が生えてて、すごい柔らかいですね。かわいいです。で、ヤーコンいつもね、この種をね、残す種っていうのかな、あの根回っていうのかな、あれをね、残すのがちょっといつも失敗しちゃうんですね。うん、はい、そしてこちらが、これはね、私が種まきしてるの、動画に残してると思うんですけど、大根ですね。大根とカツノオナーをね、植えたんですね、水曜ね。いいですね、この葉っぱね、美味しそうですね。でね、やっぱりね、第一圃場と比べてね、大根のね、葉っぱがね、虫に食べられちゃってる率が高くてですね、ちょりんちょりんなんですね。ちょっと向こう行ってみようか。よいしょ。
こんな感じ。もうなんかもうないって感じなんですけどね。結構虫に食べられちゃってる。これやっぱりね、窒素菌が関係あるかなっていうふうに思ってます。もう本当にね、種をまく直前に畝を立てて、中にね未分解のが残っちゃったかなっていう感じですね。こっちもそうですね。でネギなんかちょっとね、分裂ネギかな、植えてありますね。こういうなんか一緒にね混食をね楽しんでいるところです。でこちらもなんだろうな、ちょっと品種が分かんないんですけど、ネギですね。はい。であれかな、向こう側にはルッコラかなんか巻いたかな、これね。ルッコラもね虫が来づらいんでね、いいんじゃないかなって思います。はい。大根ねちょっとだけできてきてますね。ただほんとねこれ虫がすごい、穴ができちゃってすごいですね。でこういうちっちゃいのはね追加で多分結果分とこ撒いてるんだと思います。思いますっていうのは、第5補助のねこの後期エリアはね水曜がね中心になってやってますので、私がね作付け計画してないんでね、ちょっと分かんないことがあります。第一補助とかね第三補助は私がね作付け計画してるんですけど、第二と第五の補助はね水曜が作付け計画してるんでね、ちょっと私詳しくが分かんないんですけどね。はい。そしてここね人参です。人参もね指2本の間引きまで終わってるみたいですね。はい。あ、ところにより3本ですかね。ここは結構空いてますね。ここ2本とかですね。こんな感じで立派な人参が育ちそうですね。結構このなんていうの、株元が太いんでね、あ、大きくなるなっていうふうに思いますね。でアゲハの幼虫がね思いのほか見当たらない。もう寒くなっちゃったからいないのかな。まだでもいますよね虫はね。なんか第一補助よりもね順調ですね人参ね。水曜ね人参得意なのかもしれない。人参、白菜、キャベツね水曜得意かもしれないですね。あとレタスか。私がね苦手なところがね水曜得意なんでね、ちょうどいいですね。であとね通路なんですけど、これ突貫工事でね、私がナイロンコードでバーッと飛ばしちゃったんでね、本当はここね草がねこう絨毯のようにねあると理想なんですけど、みんな私がナイロンコードで間に合わなくてすっ飛ばしちゃったんで、でラチのねところが部分が多いですね。本当はねこうラチにしたくないんですね。こういう感じでこうねふかふかにしときたいですね。芝刈り機でねこう買っていくのが一番いいかなっていうふうに思います。はい。でここがね夏の畝になるのかな。実はねこの圃場ね夏の畝と冬の畝と交互に作ってます。だからねあそこのこうちょっともう斜めっちゃってるんですけど、あれモロヘイヤなんですけど夏の畝にしてるんですね。ただなんかね植わってるんですよね。これ野良帽かなキャベツかな、植わってますよね。あとバジルが残ってますよね。ちょっとね私わかんないんですよ余った苗をねちょっと植えてみたとかっていうことがよくあるんでね。はい。ここモロヘイヤですね。モロヘイヤもね収穫おしまいです。でね北風がねこう吹いてるんでね、みんなこうねこっち向きに南の方に向かって倒れちゃってますね。はい。でここねナスだったんですね。一本だけねちょっと残ってるんですけどね、これなんで残したんだっけ草買ったの私なんですけど、なんかで残してって言われて残したんですよね。種はね取ってるんでね、どういうことだったかな。はい。でここね、ここはねここもね動画撮りましたね。ロメインレタスを定植していた畝です。
一番こう3畳になってて、右から白菜、ロメインレタスで、中手成功キャベツかな、植わってます。キャベツがね、やっぱり苗が小さかったのが消えちゃってるのが多くてですね、それから白菜もね、結構虫をね、虫に食べられちゃってますね。でね、やっぱりレタスって虫来ないですね。順調ですね。全然食われてないですね。これやっぱり畝の上の未分解物じゃなくて、畝の中のね、未分解物がね、問題なんですよ。ねえ、あ、ちょっとこれすごい倒れちゃってるんでかわいそうですね。わ、なんか大きい、これね、モロヘイヤの種ですね。結構太い、いいのができてますね。これなんかちょっと違う感じなんだけど、チンゲンサイっぽい、なんか小松菜っぽい感じなんですけど、なんか間違えてるかな、植えてるのかな、それともこれ、そうだよね、これチンゲンサイだよね絶対。あれ、なんかおかしいねなんかおかしいね。はい、でここはね、シソですね、シソエリア。そしてここがトマト、バジルですね。バジルまだ元気だけど、もうおしまいですね。もうね、黒い斑点が入ってきちゃってますね。でこれバジルのお花です。あー、バジルってシソ科だねって思いますねそうだからね、ここね、交雑しちゃうからね、あんまり良くないんじゃないのっていう風に言ったんですけどね。ただ花の時期がね、ちょっとずれてるんでね、大丈夫かもしれないですね。元気そうなキャベツもあるんですね。やっぱり苗がね、しっかりしてると虫も来ないですね。病気の苗からね、虫がつくよっていう風に聞いてるんですけど、やっぱりそうかもしれない。弱ってるところにね、虫が来る。はい、そしてここがね、葉物エリアです。見た感じなんですけど、三頭、春菊、これが小松菜かな、小松菜かもしれないですね。だいぶね、厚巻きだね。ちょっとやっぱり巻くの遅かったかね。もう第一補助はね、今日収穫終わりにしちゃってますからね。小松菜もサントもね、だいぶ遅いかなって思います。はい、そしてね、こちら側がね、オクラです。もうオクラもね、おしまいです。もう硬いですね、さすがにね。この辺平気かな。ただね、もう味がね、落ちちゃってるんでね。あ、柔らかいには柔らかいんだけど、もう味が落ちちゃってるんでね。最盛期の頃のようなね、美味しさはないかもしれないですね。そしてこちら側が万願寺唐辛子です。あとね、今年はよこしょ、種を取ろうかなって思ってて残してるんですけど、はい、だいぶ赤くなってきましたね。これほんと唐辛子みたいに真っ赤になるんでね。でこれ真っ黒なんですけど、これ生理障害で日に当たりすぎちゃうとこうなっちゃうっていう風に聞いてるんですけど、これすごい、こういう植物かなってぐらい真っ黒ですねはい、こんな感じね。はい、そしてこっちがね、すごいね、これ野良棒なんですけど、この野良棒はね、苗を作って定植したものです。すごいね、ブリブリ元気ですね。んで、ここも小松菜かな。ちょっとね、札が立ってないんでね、わかんないんですね。多分小松菜だと思うんですけど、ちょっとね、発芽率があんまり良くないね。で、ラチになっちゃってるんで、かぶせるね、草が足りなくて。で、ここね、枝豆を取ったものをね、自家用に。枝をね、戻して敷いたりしてます。本当はね、このくらいね、手厚く畝の上にね、
草がね置けるといいんですけどね。はい、ここはねキュウリだったところですね。夏冬夏ですね。こんな感じでね、片付け急いで片付けなくてもいいようにね組んでるようです。面白いですね。機能的だと思いますよ。毎度ねこう収穫が終わるのを待ってでね慌ててこう耕運してね植え付けってなりますんでね。とにかくここはねもう不耕起なんでね、こうやってね畝を固定しちゃうっていうこともできますね。だからこのネットもねまたネットを使うものをね植えていくつもりでね、もうこのまま動かさないです。はい、でここねトマトですね。これはステラミニトマトだったかな。ねまだ実がついてますけどね。気温がね25度以上にならないとね赤くならないんでね、もうトマトはこれ以上赤くならないかな。ただね慌てて片付けなくていいやっていうのがあるんでね、ちょっと気楽です。はい、でここがね、ここもいろいろ撒いてるんですけど、一番手前がねほうれん草ですね。なんかやっと大きくなってきた感じですね。ここもね畝の上にねかぶせる敷きわらというのかな、草のね買ったものがね足りなくてしてないんですよね。はい、でここからが水菜ですね。水菜はね3種類撒いてます。京千筋水菜とサラダ水菜かなと、これが早生ですね。だから同じ日に撒いたんだけどこんだけ生育が違うっていうね、早生なんでね、はい。そしてここがブロッコリーだね。ブロッコリーとロメインレタスです。でこんな感じでね草をね敷いておくのが理想だと思ってます。草のマルチですね。でこっちがブロッコリーでロメインレタス、ブロッコリーが2畳でその間にねロメインレタスを定食してる感じですね。やっぱりね小さい苗は大きくならないね。こんな感じで、はい、次夏の畝に来ました。ここは緑ナスですね。緑ナス、はい、なんかねこれ種取るって言ってたんでね、はい。そしてここはねズッキーニです。ズッキーニまだね元気にしてるんですけど、さすがにねもう実はつけないですね。こんな感じで終わっちゃってます。でアメリカセンダングサがねもう実をつけてきてるんでね、ちょっと嫌だなって思ってます。はい、でここはね先駆けピーマンのはずなんですけど、万願寺がなぜかねあったりしてね、今年ね全然ピーマンならなかったですね。ちょっと時期が遅かったかな。はい、でここもなんか小松菜が多いのかな、なんだっけ、小松菜じゃなくてね冬菜とかねそういう感じのだったかな。でこれがなんだろう、のらぼうかな、なんだろうね。でこれがカツオナだね。こんな感じでね。でここが菊芋です。菊芋の畝です。でこちらが、あけぼの大豆です。幻の大豆っていうふうに言われてるそうですね。昨日もですねもう結構実がパンパンになってるんですけども、
うちに枝豆が好きな人がいまして、枝豆用にね取っていったんですけど、うん、枝豆で食べても美味しいしね、大豆にして食べても美味しいと思うんでね、あけぼの大豆またね来年も育てていきたいと思ってます。はい、そしてここがね鶴物エリアになります。ねいろいろ育ててます。まず一番この手前が冬瓜。冬瓜ね、姫冬瓜と大きい冬瓜を育ててます。でここにねでっかい冬瓜があるんですね。はい、こんな大きいですね。はい、冬瓜でこれ姫冬瓜のはずなんだけど、あ、たこうすごく大きいですね。であとはねちょっともう埋もれちゃってるんですけど、空心菜がありますよ。いしょ、あ、ここにもある。ある、はい、こんな感じでね冬瓜、姫冬瓜ですね、あります。あっちにもあるね。はい、空心菜エリアの向こうがこのね藁が引いてあるところがスイカエリアです。まだミニミニスイカが残ってますね。もうさすがに大きくならないと思います、こんなちっちゃいの。はい、そしてここにねつるむらさきがまだまだ元気で育っています。本当はねこの時期になってくるとねこういう赤い斑点が出てきてもうねちょっと見た目がねよくなくなっちゃうんですけど、まだ今年はね綺麗ですね。もうちょっと収穫できそう。今年ね初めて春から、福岡エリアを始めてみました。乾燥はねどうにか草に負けないで育てられたかなっていうふうに思ってます。私一番最初に畑を始めた年に第三圃場を全部草にしちゃって全滅させちゃったことがあったんですね。だからね第五圃場で復興期エリアをやるって言った時にもう大反対をしたんですよ。また私草でダメにしちゃうから嫌だって言ったんですけど、まあその頃よりもちょっとね農業の腕前が上がったと言いますか、ちょっとね手際よく作業ができるようになったのかな。もうあれからだから4年5年経つかな。ちょっと腕前が上がったのかもしれないですね。はい、こんな感じです、復興期エリア。じゃあねせっかくなんで向こうのギシギシの畑とか行ってみましょうね。